はい、どうも、ビーレジェンド、かぎたにです。ですね、今回ちょっとお伝えというかね、お話ししようかなと思うことは、まあ、プロテインでつけた筋肉は使えないっていうね、お話なんですけれども、まあ、よくこれも聞くんですよね。で、先日、まあ、友人と食事行ってた話してたんですけれども、まあ、彼も言ってたんですよ。なんか、いや、プロテインとかってさ、で、これでつけた筋肉ってなんかこう、見せかけの筋肉で使えないんじゃないの？みたいな話が出てきてね。まあ、はっきり言うとですね、筋肉に見せかけの筋肉とかないですからね。結局だから、体を動かすためにある筋肉。ただね、多分ね、こういうところを勘違いされてるのかなと思うんですよ。なんていうのかな。例えばスポーツをすると。まあ、ある種目のスポーツをする。その時に筋瞬発力が必要な種目であれば、ひょっとしたら、使えないっていうのもあるかもしれない。あと、体の動かし方。例えば、まあ、テニスだったら、こう、バーンと打つとかね。こう、打つとかっていうのがあると、まあ、サーブとか、まあ、ボールでもこう、投げるとかね。あると思うんですけれども、この運動連鎖。体を使う、この運動連鎖が、例えば、一定の動作を続けることによって、運動連鎖に不自然さが出てくるっていうことはあり得ます。だからそういった意味では、その筋肉をつけることで運動連鎖が悪くなって、運動に悪影響が出る。これは考えられます。あともう一つは可動域の問題。例えば、まあ、野球選手なんかでもね、よくベンチプレスやりすぎてこうバッティング悪くなったみたいなの、なんかそういう話も聞いたことあると思うんですよ。例えば、ああいうのなんかでも、例えばですよ、ちょっと厳密にそれがそこ、バッチリハマってるかどうかは別として、例えばベンチプレスやります。じゃあ、何が起こるかというと、当然大胸筋発達しますよね。そしたら、バッティングフォームを意識し、やってもらうとわかると思うんですけど、バッティングフォームして大胸筋が発達しすぎると、胸が窮屈でしょ？わかります？胸がボンと大きくなっていると、この体勢窮屈じゃないですか。そして、テイクバックからフォワードスイング入って、あと、フォロースルーに入るわけですよね。打ち終わり。だから、このスイングするときに胸が発達しすぎると邪魔になると思うんですよ。だから、ゴルフでもそうですよね。ゴルフでもこう、打つときなんかに、胸が、スイングの邪魔をするほど発達させてしまうと、やっぱりそのスイングに悪影響出るっていう可能性は十分あると思います。だけど、その種目に沿った筋肉をつければいいわけでね。で、まあまあ話も戻すと結局プロテインでついた筋肉だからいいとか悪いとかじゃなくて、プロテインに限らず筋トレでもそうなんですが、そのスポーツに、沿っていない筋肉を大量につけすぎるとそのスポーツに悪影響が出るという可能性はあります。だけど、プロテインでつけた筋肉が使える使えないの問題ではないですよね。だけど、まあ、プロテイン飲んでる飲んでない関係なく、筋瞬発力が高まるようなトレーニングを大量にした人は、瞬発系のスポーツ種目にはいいだろうし、筋持久力が高まるようなトレーニングした人は、持久力系のスポーツにはいいだろうし、なんかそういったところはあると思います。だから、プロテインがどうとかっていうんじゃなくて、プロテインはあくまでもタンパク質だから、筋量を増やす、筋肉を増やすところの材料にはバッチリなんですけれども、どの部位にどういった特性を持った筋肉をつけるかということに関しては、それはもうトレーニングの仕方なんでね。だから、もう極論ですけど、プロテイン飲んでその種目をしっかりやってればいいですよ。テニスだったらテニス、野球だったら野球、なんだろう、陸上だったら陸上、そのバレーボールだったらバレーボール、そういった種目をしっかりやっていくことで、必要な筋肉はその運動の中から必ずついてきますから、もちろん補助トレーニングとしてね、まあそのいろんな種目、まあ、ダンベルなりウェイトなり、バーベルなり使ってやるっていうのはいいと思うんですけれども、もちろんそれはそれで必要なんですが、もし分からなければ、何をどういうトレーニングすればいいのかが分からなければ、とにかくそのスポーツをする、そして、タンパク質をしっかりとってエネルギーを蓄えるね、筋肉の素材を蓄えるっていうことがすごく大事だと思います。だからやっぱりね、そのスポーツをやっていて、プロテインを飲むっていうことは、プラスに働くと思います。で、あと、その、ウェイトトレーニングに関しては、その種目やその、まあ、事柄によっては、ネガティブに働く可能性もあるっていうことですね。だから、プロテインで作った筋肉が使えないっていうのはない話で、ただ、使えない筋肉になる可能性はあるということですね。ちょっとそのあたり、まあ、混同されると、まあ、なんていうかな、みんな混乱するんじゃないかなと思うので、ちょっとまあ、そういった話もしてみました。はい。
いかがだったでしょうか。ということで、ぜひね、また皆さん何かご質問ありましたらコメント欄にいただければと思います。で、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひね、まあこういったお話あんまり聞く機会もないと思うので、お友達、ご興味ある方いらしたら、共有ボタンでね、教えてあげていただければと思います。はい。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ、Bレジェンド飲んでみてください。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。